天神殿、白井流の伝書に基づく十五方の模倣山の再現の試し取り、十五方の模倣山の再現、この方は早道なり。寺田宗有と白井通る。天神殿、白井流を理解するのにはまず白井通るとの寺田宗有を説明する必要があります。寺田は中西道場で小野派一刀流を学び、しない稽古はせずに。 もっぱら勃っによる組立ち稽古にいそしんでいたと言われています。その後、小野は系統として天津伝一刀流を講じますが、その寺田の立ち筋は西岸による切り落とし付きで大方を対処しており、巻き切りは行いません。以前、天神津津刀の一つ勝ちの動画を公開しましたが、多くは、一つ勝ちの通り、で切り落とし付きで対処するよう編成されています。 中西道場の組立の権威である寺田の影響が中西派や北進などの組立に影響し、巻き切りが失われたのは別動画で述べた通りです。その死の立ち筋を受け継いだ白井は、星社党の払い切りの使い方を述べた挙句に最後は、発射党を月一本で勝つ、と締めくくるほど月を重視しています。寺田から一刀流を学び直した以降の白井は、月を重視する使いようが特徴と言えます。ご法さん。 四方十二、合わせて十五方。この十五方は天保七年、1836年、に、平野光陵、という熱心な弟子から一刀流の組立四十二本、小野派一刀流の表の組立を寺田と白井が再編成したもの、は数が多く、平野自体が多忙であったため、効率的に早く上達したいという依頼から白井通るが作成した十五本です。特杯、昇流、開票、の三本が母方であり、 ここに寺田の天神殿をさらに進化させた白井の剣儀が要約されています。その母方三本に四方として四本ずつ一刀流の組立ちから選んだ応用型が添えられ、合計15本で構成されております。寺田が編纂した天神殿一刀流の組立ちをさらに白井が編纂したのが天神殿白井流の型となります。なお、白井の方の仕様がコロコロ変わる点の嘆きも資料に残されており、良い意味では常に進化しており、 逆の意味では使いいようが安定していなかったとと思われます。伸びと空,気真空天真伝には重要な3つの要素がありそれは真空と単田と伸びです単田はさておき伸びと空気においては伝書に以下のように説明があります伸びはまずたちの先に伸びあるお湯敵より先へ何長長も見越して使う長さを応じたる心にて使い伸びにて敵を破るまた空と伸びは1つにして。 また、二つなり、太ちの先より何尺もの先へきくなり、伸びの修行は腹が元として、空と敵と一体に見て遥か先の空へ刺激をなすこと。千逸なり、伸びは敵より先へ見越して、太ちより先の方に手使う。伸びにて敵の陰行の通り、前後の空気を突き貫き、月に空気を付けるために、うちたちの頭上を回すなり、西眼に付けて、ようやく切先と切っ先届きの寸間を争い。 勝負を操作すること、通例なればよ、伸びにて空気を貫き敵を入る工夫をつけしなり、伝書では言葉では表現できないとありますが、要は伸びは切先から先の物理的ではない剣戦の対人向けの工夫であり、空気はその剣戦に伴う空間の工夫であると考えます。当時は物理学もなく、白井も精神論者でしたので、この点は推測の域を出ませんが。特配。 これは同じ所作を3回行うので、うちたちは3度打つとあります。おの葉の合間や針のように繰り返す使い方を想定しています。月が幾度もありますが、この多くは伸びの月であり、物理の月ではありません。母方三本は、伸び、空気の修行なり、と記載がある通りです。なお、天神殿の神剣の使い方に以下のような物理的な月ではない月の説明もあります。一つ月、すぐにまた一つ月。 蓋のつくところに人人微妙の味あり、書き留めが足し、よって、用心へ示すには召喚を教える。召喚は太ちを平目にして切っ先より三寸ばかりのところへ敵の顔を光に移してみ、よくまみにしててはそのままにして足より出る。このように天神殿では、必ずしも月が物理ではない場合が多く、この方はまずは月の伸びの基本的な修行を行うことが伺えます。 昇竜、この方も伸びの修行ですが、これは切る伸びの基本稽古と言えます。白井は神剣発射等の巻において、演劇演とは、切る伸びを言う、いや、剣術は死、劇、の二つなりという、とあり、刺す伸びと切る伸びの二つの伸びを使うことの大事を説いています。特配では刺す伸びでありましたが、昇竜では切る伸びの基本の修行の方と言えます。なお、打つ伸びではなく、切る伸びである点も興味深いです。 縦横、伸びを振るい、空気を切って、敵の前進をあるものこれを演劇演という、伸びにて貫きながら、伸びより引き上げ、伸びを下ろしつき。 開票。これは伸びに空気を追加した基本修行の方と言えます。月に空気を付けるためにうちたちの頭上を回すなり、とあり、前の2本の伸びに加えて空気の修行が追加されています。この独特な伸びの剣線の使いは白井流の基本である、救いの使いようで、白井流の一つなどで使われています。正眼より片手に手つき、うちたちの右の脇へ突き込み、上へ上げ、頭の上を左へ回し取り、 直ちに着く、これを救いという、丹田により伸びを使い、特配では月、き、昇流では切り、そして開氷では空気を使い、この三本で天心伝の重要な三つの要素の基本を稽古することとなります。